ブラザーズというゲームをやろうかなと思います。だいぶ前に体験版を配信で一回やったんですけど、大乱闘じゃない方のブラザーズをやります。音量バランス大丈夫ですか？よし、ほんじゃやります。そう、これは後で動画にするつもりの声。遊び方見よっか。ビッグブラザー、リトルブラザーって言うんやな。よし、やろう。まあ一回体験版やりましたからね。なんか悲しい始まり方やったような気がする。もうものすごい悲しそうやもんな。うわ、え？え？お母さん、お母さんかな？え、ここまで悲しい話やったんや。うわ。お母さん、花めっちゃ踏んで出てきた。ないびっくりした。ないだ、はい、頭いい、頭頭いい。これが親父か。これ これあの崖からバーン落としてエンド。よし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 、トリガーボタンを押し続けるとアクション。ああ、持ち上げる。リトルブラザーも。で、体験版やった時は確か、まあ、さっきみたいなシーンは全然なくて、なんか親父が病気でその薬を求めて旅立ったみたいな話やったと思うけど。で、このコントローラーの右側のスティックと左側のスティックがそれぞれの兄弟の移動に対応してて、それを同時に動かして移動していくっていう、この独特の操作の感じ、むず、うん、独特の操作感が楽しいみたいなね。弟いらんねや弟おらんでも全然運べるんや。あ、で、兄ちゃんペース遅いよ
やる気あんの兄ちゃんみたいなことができるってことやな。俺先の方見てくるからっていうことができるんや。でもちゃんと2人で行ったらもっとスムーズに行けるってことな。オーケー。よし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 。なんかいろんなアクションがあったと思うな。あ、綺麗なお花。弟の方こっち持てへんのかな。あ、やるやん。弟遅っ。どっちでもええんやな。よしよしよし、行こう行こう。これが親父ってことやと思うねんけどな、おそらく。なんやこれ、レバーがある。レバーを動かす。すごい。これぐらいの距離やったらもう箸かけようや。こんな大掛かりな仕掛け作るんやったらもう箸かけよう。して回そう。ん？これは？さっきみたいなスイッチは？今も親父めっちゃ不安やろな。このはしごか。あ、わかった。二人で協力して。おい、なるほど。あ、で弟がロープを垂らして、ずっと垂らしといたらええよね、これ、このロープで。ああ、混乱する。左がお兄ちゃんな、右が弟。こうしといた方が動かしやすいな、多分これやろ。で、ん、あ、回すんか。よし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 。めっちゃすごいやん。この技術。よしよしよし、行こう行こう。もうやもう弟、弟はもう石膏や。ディア、あ、呼べる。ここが医者なんかな。交通の便終わっとるな。この病院アクセス終わっとんな。テーブル？フィダ、ワレ、リア、アダ。このヒゲ親父の命を救う方法が一つだけある。これを見なさい。これは先週のヤングジャンプにの袋閉じに入っていたグラビアポスターだ。これを君の親父はいつも集めていたんだが、ある日すべて俺が燃やしてやった。そんなひどいことは。しかし一枚だけ残してあったのだ。これをお前にやろう。親父は助からない。諦めなさい。わかりました。あったみたいなことやと思うねんけどな、多分な。字幕もないから分からへんもんね。お父さん、ああいう女の子が好みやったんやな。嫌だ。
お母さんと全然似てないけどみたいな。アバナジアだ。俺はわかるで親父。なんせこういろんなとこでこうアクションボタンを押すといやいろいろできるんやな。まあ行くか。結局目的が分からへん。あの巻物をもらったけど、とりあえず進むか。あ、なんかおる。敵や。ちょっとお前行ってこいや。兄ちゃんが行けって。あ、え、マジでめっちゃと遠すぎゼロって感じだな。アティナバ。え、こいつめっちゃ悪いやん。なんで通してくれんの。オダウェンハディ。なんじゃこいつ。まあ回り道しろってことか。おお、大丈夫。泳げへんの。大丈夫、いけるってっていうこと。もう巻物びしょびしょやわ。リトルブラザー。あ、なるほど、兄ちゃんに捕まんのか。まあまあ弟は水怖いわな。ここで弟のボタン離したらどうなる。あかか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 。普通に溺れるわ。ごめん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 やで。よし、いやもうあいつの横の隙間グーン通ったったらよかったと思うけどな。ここわかるんかな。え、さっきの当選簿しとったやつが、あいつどんだけ悪いねん。マジか。いや、あいつ悪っ。まあこっちやわな。おん、しちゃうんか。何今の。ん、ん、ん、同じ一つのとこから行くんか。おお、何あ、ボタン押して離したら飛ぶんか。え、すごない。あれ忍者。ここも飛べるんかな。おお、いけるいける。いやえ、そんな感じなん。あ、鳥か。最初の方のあの縄ばしごのとことか
いけたよね普通日本じゃ。おお。町に侵入できたぞ。侵入っていうか、てかなんで入れてくれんかったんやろ。 LB、RB でカメラを回転。あ、寝てる。なんで入れてくれんかったんやろな。なんやねん。なんやねん。座るだけか。そこのおっさんが気になるんやけど。ああ、軽々と登ってる。まあ、とりあえず行けそうなルートガンガン。あれ、はい、行けるよな。よしよし。おう、なんやなんや。あー、あー怖い。めっちゃ危ない。どこを目指してんねや。あいつまだおる。いやもうそんな感じじゃないって。もう俺らそんなんで。あ、なるほど。弟の方は細い隙間抜けれるんか。なんかあるぞ。ハンドルある。これ回したら、なんやねん。なんやねん。おお。いやー、ざまあ見ろやな。どっち行ったんやろ。で、帰りし、あいつ首だけになっとったりしてな。怖いな。動物がおるぞ。猫だ。猫や。何やねん。目的はよ。でも俺も触らして。あ、うん、あ、弟の時は懐いとるわ。連れて帰ろう。なるほどな。あったあった。いや、ケンシロウみたい。いろんなやつが寝てんな。俺そんなことするつもりじゃなかったんやけど。ごめんごめん。これやねんけど。お子さんでもよかったよな、それやったら。それぐらいのことやったら。よっしゃ。いや、悪いやつは今んとこあいつだけやったんちゃうかな。あ、ここ体験版でやったとこやと思う。確かこの井戸でアクションすると。やっぱそうやな。兄ちゃんはそんなことせえ。よーし、よし、もっとやっとけ。うん、3回はやっとけ。よしよしよし
映像。あ、こんにちは。いらんことしかせえへん。でやな。せやな、こうするんや。うん、何もなしかい。ご褒美とかないんかい。あった。あ、おおおお、何これ。コントロールすごいな。ああ、兄ちゃんの方がやっぱすごいんやな。この辺からでもいけるんじゃん。全然あかん。ああ、ああ、ごめん。おもろな、この遊び。なんや。てか、いろんな人に、多分兄ちゃんがいろんな人の話聞くべきやね。よしよしよし。どんどん行こう。動物や動物、動物や動物や動物や。揺らせ、木揺らせ。よし、やっとけ。うん。お。おな。だだ、いや。なんやねん、なんで話聞いてくれんの。目的がはっきり分かってないよね。おそらく親父の病気を治すための薬を。すっごい。あ、優しい、この人。あかか。だーやないわ。兄ちゃんは意外と不器用なんかな。パワーはあるって感じか。オダ、ウェンハディ。怖。目が、うわ、目がおかしい。え。意外と怒らへんねんな。なんやあいつ。昔は勇者やったみたいなことかな。今はあんなんやけど、もう完全にドブロクでしょ。あんな目がおかしなってるやつが持ってる飲み物をさ、急に飲む？奪って。ここは体験版でやったぞ。こうやって兄ちゃんがおびき寄せといて弟が進む。あー、危ねえ。よしよしよし。めっちゃ怖い、ここ。あ、落ち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 、もた。よし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 。よし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 。よし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 。よし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 。
ある意味よう教育されとんな。あー、危ない。読んだらすぐ来るっていう。よしよし、怖いわ。え、こっち？あー、ようこんな一方通行な感じのとこガンガン進むな。ここの気がなかったらこいつらの冒険終わりやもんな。よし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 、はい、いつものあれ。なんか動物の声がする。もうスイスイ進むぞ。すごない。ここも登れるやろ。ここも兄ちゃん、ここも。いやー、俺ちょっと苔の生えた岩じゃないとちょっと力出えへんねんな。ってことかな。あー、今操作ぐちゃぐちゃになってるけど。うわー、人の飼ってた鳥勝手に逃がす。悪いことは大体弟の方にやらそう。こういうことは兄ちゃんにやろうそう。ああ、あー、あったあった、そう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 、覚えてる覚えてる。あ、ちゃうわちゃうわちゃうわ、あの羊を持ってくるやん。でも弟は羊を抱えられん。お前がやるんや。よし、おいしょ、こうやってここを行って、うー、あっ、こうやって、よし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 、もうちょっと この辺に乗せて、うー、ほら、まあ、こういうことですわな。こういうことですわ、こういうことですわ。兄ちゃんごと、うー、よいしょ、オッケー。ほらほら、ほら、あ、一匹でよかった。じゃあこれ鳥かご入れとこう。よし、行こう。いやー、なんか一匹減ってるかもしれんけど、うん、大丈夫やろ。よーし、あー、またまたこんがらかってる。左が兄ちゃん、右が弟。怖っ。怖い声がしてる。しし、いきなりファンタジー。バチーン叩き潰されて第一部完やわな。
キノコ生えてんねんもう背中に。そうそう、ここもまた体験版にあった。この辺で終わったと思うな、体験版は。マルオ、ワナディだ。知ってんのかい。さ、だや。キノコどうなってんの？ああ怖い、怖いわ。ほら、ベッド2つあるやん。嫁おるやん。あ、見失う、見失う。わあ、兄ちゃん、に兄ちゃん。弟。うわ。いや、もう乗せてくれたらええよね。それ上がっていくときに俺らを背中に一応座ろう。何しに来たんやったっけな俺ら。帰ろうか。まだおる。ああ、捕まって、こうか。俺も頼むわ。うわあ、優しい。優しいけど、ほんまに良かったんかなこのルートで。あった。ああ崩れた。あった。戻られへん。マジか。どうなってしまう。ああまだおる。ああ怖い。背中にはしごみたいなのついてる。ここはもうさすがに無理ちゃう。おう、おう、お前が橋になれ、ジョー太郎。なかなかいい橋じゃないか。よいしょっと。ありがとう。投げてくれてよかったんやけどな。このぐらいだ、このぐらいの段差俺ら自分で行くわ。いや、このぐらいは自分で行くからな。ん？ない、ない、ちょっと待って、ない、ない。これぐらいは俺ら自分で行くから。すごい、もう、あの巨人、手に全然力入ってるように見えへんけど、スイスイ登っていきよる。吸い付くんかな？あれ？こっからどうしたんや？横？あ、飛ぶんか。よし。うわぁ、うわぁ、プニプニしてる。うわぁ、こん時にこの背中のキノコ触りたくないな。キノコに捕まった時すごい怖いやろな。よし、なんであんな手慣れた感じで案内してくれるんやろう。え、
もうこの3人でブラザーズってこと？次は？ない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 、あー雑やな急に。おおお前も、お前までそんな大冒険せんでええんやで。いやもう岩にバーン叩きつけられてベチャってなって終わりってあるで。いやもう絶対帰られへんよ。もう捕まってきたとこの木崩れたりしてるし、もうすごい先々行くやん。ほんまにあいつ俺の巻物の意味分かってんやろな。何そのポーズ。死んだ。え、全然平気やった。なんでそこまでしてくれるん。あんな泣いてたのに。こうか、もう一回弟しがみついて泳ぐパターンな。うわあ、水きれいやな。絶対に帰れへん。もうこんなことになるんやったらお前に頼まんかったわみたいな感じやね。あ、ここでお別れかな。こいつは抜けられへんもんな。ありがとう。お前どうやって帰るか知らんけど、日が暮れた。長い穴やったやな今の。でもなんか夜とかだいぶ怖いな。え？え、ちょっと待って、なんか閉まってんねんけど。ああそっか、お前抜けれるんや。これか。うわー危ねお前何話してんねん急に。いやめっちゃ怖いぞここ。何よあのなんか金色のふわふわしてるやつ。ちょっと怖いけどとりあえずでも座ろう。うん、ベンチがあったら座ろう。なんか、うん、雰囲気を、意気憤を楽しんでいこう。思い出やから、これも。今頃、親父完全に死んでるけど。あー怖い。急に橋崩れたりしそう。何？捕まるんか、これ。これに。ガシ！あー、お兄ちゃん！いやもうこれなんかもう完璧に一方通行やん。ものすごい勢いで上がっていかんの戻られへんこれ。よっ、うわ怖っ。下見るな、下を。ない本ギア。よし、よし。あった。よし。だんだい。おお。あった。よし。ちょっとあるぞ。オッケー。弟が飛び移れるかどうかを気にする様子もない兄ちゃん。
なんなんここも怖いわ。うわー、こんなの挟まったら絶対死ぬやつやわ。あ、逆になんかをここに挟んで止めるんちゃうか。ゴッド・オブ・ウォー的な考え方、ポセイドンの嫁を挟むやつや。この辺持てへんかな。そう、やっぱそうやんな。あのあれがぐるぐる回ってて渡れそうにないから、多分どっかから石拾ってくるんや。え、何ここ怖い。え、もう何ここ。あ、なんか知らんけど二手に分かれてもた。え、この道をどうやってこの細長いもの持っていくんや。よっ、こういう時ってこの場合で言ったら弟の方がだいぶしんどいよね。これは一回右手前にこう入って、でこうやな。ああ、楽しい。真面目にやってきたからよ言うてな。よし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 。すごないこの施設。こんなでっかい施設の機能ストップさせてもらって大丈夫か、この兄弟の都合で。一回置こう。あるある。絶対ここ挟むんやって。おら、あー怖い、あー怖い。見つかる前に行こう、見つかる前に行こう、見つかる前に行こう。よしよし、今頃首都の機能がストップしてもうエレコになっとるから、早よ行こう。何この機械。え、何これ。あった、こうか。ん、なんやこれ。おう、何この仕掛け。アホなん考えたやつ。いや、ちゃうやん。もう これさ、ここグンって押したらええやん。ほんじゃもうこうやってグって。なんなん。あれで押す必要。あー怖い。でもよし、またジャンプするとこか。よし、弟お前から行く許可をやろう。いや、飛ぶなー。だ、いやすごいぞ。いやすごいぞお前ら。よし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 。よし。よし。いつものあれ行こう。はい。ロープあるか？あ、今回ロープないんかな？ロープないぞ。弟一人か。あ、なんかある、なんかある。よっ、簡単やな。あ、鉄鋼か。
俺絶対話すなよ、絶対話すなよそれ。いやでも話してみたい、話してみたい、話してみたい、はな、あ、ああ、お前お前話すなって言ってんけど、俺話すな。いや振りかと思ったんやって兄ちゃん。それお前テレビの見すぎ。魚いっぱいある、行こう。怒ってたけど魚を見つけて急にテンションが上がるお兄ちゃん。この魚この魚なんやろ、ただ単に流れてきただけかな。餌とかなさそうやけど、よし、あ、よっしゃ、二手に分かれようか。おお、あ、ベンチや、ベンチあるぞ、ベンチあるから座ろう、ベンチあるから座ろう。俺だけかい。わあ、あ、なんかおかしなる。よし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 。あ、もうまたまたあるわこの仕掛け。何やねんこれ。ああ、あ、動いてる、あ、動きっぱなしか。よっ、お前は次のやつで。めっちゃ怖い食肉、食肉吊るすやつやん。え、ちょっと待って、俺これどっちや。兄ちゃんの方が、兄ちゃんの方が左やから L を離す。よしよしよし、ここで兄弟間違ったら L。 うわ、なんかおる下に。ちょっと待って、なんか、え、ちょっと待って、え、見られへん。あ、でもあっちにもおる、巨人族がおる。え、そんなとこ来てもた俺。巨人族こんなはしごとか作る？これは？あ、開いたんか。はっ、はっ、あー、ちょっと待って、弟が回しつつ捕まって。うわ、これ頭使うわ。でここまで来たら弟が離して、ああ、うん、うん、あ、あ、ほんでこっちか。よしよしよし。兄ちゃんなんか俺の方が意外としんどいことをさせられてる気がするんだよ兄ちゃん。気のせいや、我慢せ。よし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 おし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 、なんか知らんけど急いだ方がええ気がする。え、何これ、急がんでもよかった。よし、あった。これは何や。うわで、もう俺ら専用、俺ら専用のやつやんこれ。あった。ああ、このリフトのチェーンを上がってさ、このリフトの上のそのレール部分を歩いてったらいいんじゃないかな。
ここでパッて離したらこうぐちゃってなるんかな。怖いな。よいしょ。じゃあ久しぶり。あった。行こう。お前それ好きやな。こっちや。こんな丈夫な子供二人やのに、親父なんであんな体弱い。だんだん飛ぶ距離だんだん飛ぶ距離長くなってるよね。戦いの中で成長してるよね。飛べるか？うわぁ、怖い。うせやん。うせやん、この動き。はぁ、あ。泳げへんとか言うてる場合か。よし、座ろう。なんじゃ、ここ。こんな技術力あんの、あいつら。それやのに、なんで あんな落ちこぼれみたいなやつおったんやろ。背中にキノコ生やして。あ、こっからか。いや、もう普通のジャンプできるやろ。もしかしてあの右のあれに捕まるんかな。お、マジか。何？大丈夫？何これ？あ！なんか忘れた。ほ、ほ、おお。またもう帰れへんパターンや。よし。怖い。ちょ、いや、嫌な予感する、嫌な予感する。あー、行け、お前、早う行け。ちょ、大丈夫か。あれ、なんか捕まってる。あるえ？でも絶対無理やって、あんなあれ？え、これ何が動いてる？俺がお前助けて何の得があんねん。どうやる？片方が注意引きながらこっそり取るってことかな。いや、
あの泣いてたやつはあれか、あそうか、布団が2つあったからこれが嫁はんなんかな、嫁はんが捕まったってことか、それで泣いてたんかな、助けてくれるんやったらまあまあ俺も手伝うでみたいな。あそうか、あれ子ど弟やったら抜けれるんか、どうしよう、一応兄ちゃんは物陰隠れといて、何かあった時すぐ俺だけでも逃げられるように。これもちょっとこのさ、俺もちょっと面白くないかもしれんけど、あの足元の骨みたいなんいっぱい落ちてるやん、あれ踏んだら音が鳴って振り向いてバチコンやられるんちゃうん。俺はちゃんとあの骨を避けていく。違う違う、何しん、あちょっと兄ちゃん離れすぎてて進めんかと、何いきなり大きい声出してんの、いけ、アホやわあいつ、絶対そうや、絶対この骨踏んだらあかんやつやわ、踏んじゃう、あーやっぱりな、おお、ほら知ってたよ、やっぱそうやったんや。でも失敗パターンも見てみたいっていうのはまあ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 ある話やわな、やっぱそうやった、つかそんな落とし方なんや。骨も残らんわな。会議取ってきたけど、これが欲しい？よいしょ、裏取ってみろや。俺これ別に捨ててもええんやけど。まあしゃあないな、開けたるわ。ほんで、でこうか、よし、嫁はんハゲてるやん、あハゲてないわ、いやものすごいお前自分だけやな。はい、ちょっと待って、うせやん、うせやん、どうしよう、え、どうするんや、むしろあいつ閉じ込められるかな、アホやから中までチェックするんじゃん、違うか、え、どうしたらいい、あいつ、いや敵が来た方は多分いけへん、あのほらさっきとロックっていうか、最初は盾だけやったけど、格子が変わってるからやり過ごしたら変えていくかな、こっち行けるかな、あった
いや、あったじゃない。ああ。待てよ、この待っててもあかんみたいな。多分閉じ込めるんやと思うねんな。どうやって誘導するかやな。とりあえずレバーを引ける兄ちゃんが、さっきこっち行っといて。開けといて、ほんでどうやったらこれに入る？鍵、使った鍵どっかに落ちてるか？今かな、今こっち側行って呼んでみようか。おい、あは、あかん、あ、あ、うん、あ、そうか、弟は、なるほど、抜けれる。おい、よいしょー、ほら、ボケー。ふぅ、おー、お前それを取りに行ってくれてたんか。おっす。イララ。イララ。鍵も取られて自分も捕まって。今どんな気持ち？お前の青ほずらみたいからちょっと こっち来てくれ、こっち。おいおい。くっさー、行こう行こう。よいしょ。チェーン回収していこうや。こういうのまた使えるって。じゃあ降りてこた。もう一回笑っとこうか。ああ、やめとこう。降りそうやった。